ちょっと動画編集が簡単にできそうなアプリを見つけたんで、それをご紹介したいと思います。ケテマ始まりました。ケテマ研究所、イエーイイエーイイエーイあ、この映像の移り変わりも、ダメだダメだ、ジャンプするよ、ピョーン。すごいな、これ iPhone だけでここまで完結してやることができると。さて、一通り、作業としては終了としました。終了しました。で、ここから先何をやりたいかというと、この映像自体を、まあ、一つの、ちゃんとしたビデオにして書き出すと。この中に残す。もしくはインターネットにアップをするという作業が必要なんですが、その時はこれですね。作ったビデオを箱の中からこう矢印が上にポーンと出ているところを押す。そうすると、この作ったビデオをどこに持っていきますかという選択肢がここで5つ選ぶことができるんです。例えばカメラを押してみましょう。カメラっていうのはこの iPhone の中のカメラロールに残すと。映像の大きさ、綺麗さも選択することができます。下に行くほど綺麗で、上に行くほど汚いけど、データとしては軽い、インターネットにアップするときも早くて済む、一番綺麗なのはまあ1080p ですね、フル HD でも、まあ所長はこの真ん中ぐらいでいいんじゃないかなっていう気はしてますね。そんなに綺麗だから面白くなるとかアクセスが上がるというわけではないので、それよりもまあ小回りが効く、データがパンパンにならないように気をつけてもらうためには、まあ 720p ぐらいで十分なんじゃないかなという気がしてます。やっぱすごいですね、このムービーの書き出しも、iPhone が新しければ新しいほど、早く終わると。このムービーはカメラに、この中のカメラのロールの中に書き出されましたと。さらにこの YouTube ですね、この YouTube のところを押してもらうと、ここでも書き出しのサイズは選べます。 YouTube だと 720p を推奨してるみたいですね。ちょっと 360p でやってみましょう。短いのでね、ちょっと今回はテストなので。はい、これを YouTube、 初回はちゃんと YouTube の自分のアカウントの設定をする必要があるんですけども、一度してしまえばここのデータを書き出しをして、うわ見えるかな、これアップロードまで今やってくれてると。でこれ気をつけてほしいのは、データが大きすぎるとやっぱり時間がかかったりして、データの、速度の制限に引っかかったりすることがありますんで気をつけてください。はい、これね、困ったことに設定が他にあるのかなっていう気はするんですけど、もう公開されちゃうんですよ。 YouTube って非公開とか、その限定の公開とか見せないようにするっていう、で自分の好きな時間に公開とかできたりするんですけど、ちょっとこのソフトはもう強制的に簡単に重きを置いてるのか、公開されちゃいます困っちゃいましたね。なので完全にできて、もうよし、これでみんなに見てほしいとなったら、この YouTube の、ボタンを押すといいんじゃないかな。それまではとりあえずこうカメラのデータの中に残すっていう作業を先にした方がいいような気しますね。そこからでも YouTube のアプリで、時間を指定したり、もうちょっと細かいアップの仕方を選択したりすることができるんで、まあ YouTube かカメラでしょ、まずは。はい、まずはカメラで、保存をして確認をしてみましょうということですね。さて、ここの写真ですね、写真の中に先ほどの映像は果たして残っているのか再生してみましょう。ケテマありましたね。ケテマ研究所、イエーイイエーイイエーイサメだサメだサメだ、ジャンプするよピョーン。すごい、うわすごい、初めてやったけど、これね、もうパソコンで自分で一からやろうとすると相当大変な作業ですよ、本当に。うわすごい時代になりましたね。うわ恐れ入ったな、これがたった300円のソフトでできるんだから、すごい時代になりました。はい、ということで
まだもうちょっといろんな、複雑な使い方があると思いますが、これで一通り、完璧なビデオのアプリの説明を終わります。皆さんも自分で実際に試してチャレンジしてみてください。頑張って一緒に映像を作りましょう。では今日はここまで。けせ、バイバーイ。